川戸昌次郎9月19日から2001年12月17日は日本の海軍軍人航空自衛官海軍航空隊戦闘機搭乗員太平洋戦争における戦闘機パイロット兵費12機秘連28機最終階級は海軍上等飛行兵装1925年大正14年9月19日 京都府竹野郡丹後町で農家の子として生まれた。1942年5月、舞鶴海兵団入団。1942年7月20日に、兵種飛行予科練習生入隊。履修期間はわずか2ヶ月で切り上げられ、9月、第28期飛行練習生となり、岩国、八田部、徳島、出水、木更津などで訓練を受ける。 1943年7月に卒業、戦闘機操縦員となる。9月末、輸送機で補充要員40名と共にトラック島に進出し、そこで冷戦を受領。10月10日、ラバウル基地の第253海軍航空隊に進出。11月2日11時40分、米軍の P-3880 機と B-2575 機が飛来。 B-251 機に正面から銃撃を加えるが離脱に失敗しそのまま衝突落下山降下着水し救助された11日友軍の艦艇を攻撃中の艦爆を撃墜した直後に後方から撃墜され落下山降下着水したが火傷と左足負傷で1ヶ月の療養を余儀なくされる12月17日 P-391 機に 正面から銃撃を加えるが、再び回避に失敗し、衝突、相手機の操縦士と共に落下山降下着水し、高速艇に救助された。1944年1月3日、第214海兵戦闘飛行隊、ブラックシープ隊長のグレゴリー・ボイントン大佐を撃墜したとされる。2月8日、かねてより機会を伺っていた B-24 への美翼隊あたりを、 観光、六ヶ所負傷しながらも落下山着水し、救助される。入院中、トラック島に交代した本体から置き去りにされ、同じく取り残された、搭乗員らと、廃材や残骸から再生された冷戦でグリーン島、アドミラルティ諸島などへ、ゲリラ的活動を展開させる。7月以降は、第105航空基地対付き、昭和20年3月9日に、ニューブリテン島付近で、 オーストラリア軍艦船を複雑冷戦で攻撃中、対空砲火によって撃墜される。鉱石の清水に悲惨は死亡。重傷を負って海岸にたどり着き、ジャングルで生活中、合衆軍捕虜となる。レーテ収容所に収容されて終戦を迎え、12月に帰国した。戦後、航空自衛隊にパイロットとして勤務。1976年。 小型セスナで日本からカリフォルニア州、クレセントシティまで35時間の太平洋、無着陸横断飛行に成功し、同年アメリカに定住。その2年後、バイバイブラックシープを出版。2001年12月17日、大腸がんにより死去。去年76、27日、シアトル日蓮仏教会にて葬儀が行われた。ありがとうございます。